昔だちょっと前だったらクリームなんちゃらで、最近かまいがち見てフォローしましたって方がすごい多いですね。そう、裏方スタッフからね、アイドルとして戻ってこれる、来ることが、なんかアイドルオーディション私本当に一個も受かったことなくて、もともとアイドルやりたかったからいっぱいいろんなアイドルオーディション受けてたんですけど、そこの目の前でね、眠りこけてる池田メルダはオーディションね、最終とかまで行ったことあるのね。恥ずかしい。でも湊美桜は書類審査も受かったことがなくてですね。それおかしいよ。それは見る目ないんだよ。みよちはいい女なのによ。だからこうしてね、ババババンビに入ってマリン目線に立てるなんて本当に2年前ぐらいからしたら考えられない感じです。プレイブ、あ、そうだね、最近表紙やらせていただいたので、週プレ見てみたいな方もいらっしゃるかな。インスタは海外の方多いね。ね、覚えたい、覚えたい。もうちょっといろんな言葉喋れるようになりたい。いつか海外にもね、ライブで行けるようになったら、挨拶ぐらいはできるようになりたいね。カッパ祭で見つけました。本当？嬉しい。なんか遠いからさ、あんまりみんな一人一人のお顔を見れなかったんじゃないかなって思ってたから、嬉しいですね。顔見えた？しっかり。どう？写真集最高でした。ありがとう。そうだ、今ね、主演者からファースト写真集「湊未来」とも発売しているので、ぜひ。今日見て気になってくださった皆さん、ファースト写真集もぜひよろしくお願いします。11月17日に出たばっかりなので、まだ出来たてほやほやです。写真集もね、10版かかったらいいなって、これ目標なんですけど、10版、写真集10版ならないかなって思ってるので みんな写真集もぜひよろしくお願いします。ショートかわいい。本当？ショートカットの子で覚えてください、バババンビでは。絶対お寿司。いや、お酢 お酢しかない。元気ですか？みおちゃんはもういつでも元気だよ。福岡の魅力、これはね、一番いいところなんですけど、空港から市内がめっちゃ近い。これは本当にいいところ。あとご飯が美味しい。ご飯は本当ね、メンバーもお墨付きなんですけど、大体みんなどこ連れてっても美味しいね、美味しいねって言ってくれるから、やっぱご飯って本当美味しい。ご飯、福岡のご飯美味しいんだなって痛感しています。買う買う、本当？買いました、ありがとう。そう、写真集は割となんか大人っぽい感じで綺麗に撮っていただいたので、あ、でもこういうなんかふざけた表情 配信でやるようなふざけた表情もいっぱい撮ってもらったので、ね、せっかくなんかいろんなカットがあるから、いろんな表情を今のこの24歳の湊未桜を写真に残したいなと思って撮ったので、見てください。口にリップのフィルターつけてるからなんかずれちゃう 下向いたりしたら。ショートカットイコールメイズね、ショートのアイドルナンバーワンになれるように頑張ります。最近なんかあれにしてるんでしょう、パッツン、パッツンっぽく切ってる下。重めに、でもなんか下重めに切るとダンスの時めっちゃ揺れていい感じです。
こんばんは、こんばんは。せっかくね、ちかっぱ祭が楽しかったのでちょっと配信してみました10分ぐらいやろうと思ったんですけど、そろそろ10分ネルダが寝ちゃう。あ、起きてたシャンプー何使ってますか？なんかずっとなんだっけ、ジェミールフロン使ってたんですけど、この前美容師さんに なんだっけメルダ、オージュアみたいなやつ。あ、そう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 、ミルボンのオージュア、多分なんかそれ通販とか美容室でとかでしか買えないやつかな。なんかそれをね勧められたから。でもそれに、ね、一回お試してもらったことあるんだけど、うん、めっちゃいい。え、本当に？そう、でもちょっと自分で買うには勇気がいる値段だから。確かに。でもジェミールフラン2年半ぐらい使ってて、めっちゃ髪サラサラだから。そのオージュは、オージュはマジ絶対いいんだよね。買おうか悩んでる面も。楽しみ楽しみ。あの同じ匂いのやつ買いたい。もうすぐなくなるから買おうと思って。なんだっけ、ピンクの桜だっけ、桜ちょっと赤っぽいやつの。桜じゃなかった？そう、ローズじゃない方。そうだよね、ローズじゃない方が。チカッパってどういう意味？チカッパはなんかめっちゃみたいな意味、めっちゃ、とてもみたいな意味です。みよちの自慢の耳、耳、耳、はい、どうぞでかいです、耳が。お顔に比べて耳が大きいです。立ち耳です。あと アバブバンビのここ見て。あのね、ライブに来たら分かると思うんですけど、結構曲知らない方でも乗りやすい曲とか多いので、なんか全く知らない状態でも楽しんでもらえると思うし、なんか振りとか覚えたら一緒に振りコピーとかするのも楽しいかなと思う。本当に多分現場がなんかよくね、顔面偏差値が高いとかフォロワー数が多いみたいなのをメディアだと言っていただけるんですけど、実は可愛いだけじゃなくてライブも楽しんだぞっていうのをみんなにもしていただきたいです。横向いて、なんかフィルター取れないかな、この口の瀬戸際で生きてるから今カチューシャ似合うよね。本当？なんか今日ババババンビでたくさんツイートしてくださいっていうのを言ったんですけど、ライブ中にババババンビのカチューシャの子可愛かったって書いてもらってた。注射で覚えてもらった。ライブ本当楽しいです。本当よかった。これからもね、たくさんの方にババババンビとみなとみを知ってもらえるように、いっぱいいろんな活動ができたらいいなと思っています。急遽のインスタライブありがとうございました。なんか質問みたいなやつ、いつものやつ載せてるから、みんな質問とか愛のメッセージ送ってくださいじゃあありがとう。ババババンビ青色担当、福岡県出身、みおちことみなとみおでした。バイバイ、ねねん、ありがとう、また今度。